始まりました DJ マナビーの部屋東京ヒストリーのコーナー、司会進行のマイケルです。本日も先週に引き続きレトロエコーからドラマーの平松千さんにお越しいただきました。本日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。この番組は東京でクリエイティブな仕事とかクリエイティブな活動をなさっている方へインタビューをさせていただいてるんですけれども、まあ、先週に引き続き残っていただいてるんですけれども、はい、本当に長い時間ありがとうございます。とんでもない、楽しいです、はい。普段の生活について早速お伺いしたいんですけれども、はいはい、普段どの辺で活動とかをなさったりしてますか？そうですね、はい、そんなになんかもう絶対定期的にというか、なんか月立てのラインで、はい、もうここにいますみたいな、そういう感じではないんですけど、はいはいはい、まあ、いろいろ行かせてはもらってるんですけど、はい、比較的渋谷とか新宿とかにでよくなんかいろいろやってるなっていう気はします。そうすると、なんかこう、センさんに会いたい方とか、その連絡を取りたいなっていう方って、どのあたりにこう、アタックすると探せますか、ね、お店だったら渋谷でしょうね。あ、お店だったら渋谷。で、ま、街中で偶然見つけたいんだったら新宿でしょうね。多分そういう感じですね。あの、もし連絡が取りたいみたいな、その、なんでしょう、ライブインフォメーションをしてる場所とかっていうのって結構あったりしますか？はい、ですね、一応バンドの、まあ、ページ、ページあと、はい、パーソナルページもあるし、はいはいはい、まあ、Facebook とかも今やってるので。そうすると、あの、最後の、あの、エンドロールの方に、はいはい、このあたりかこのあたりの方に、あの、載せさせていただきます。ありがとうございます。はい、ぜひぜひチェックしていただければと、はい、よろしくお願いします。はい、で、現在のレトロエコーでの活動って、はい、いつ頃からなされてるとかっていう。ですね、はい、レトロエコーは、はい、去年の12月からなんです。へえ。まだ1年経ってないんです。経ってないんです。すごいですね。そう、実は。1年も経ってないですね。で、1年経ってなくて、今もこう流れてる音楽なんですけど、このアルバム作成されたじゃないですか。はいはい。アルバムってどのくらいで制作されたんですか？ですね、まあ、まあ、ジャムバンドなので、はいはいはい、まあ、ちょっと短いっていうか、なんかちょっとその曲の大枠みたいなのは作るんですね。はいはいはい、あ、要は、なんでしょう、何と何と何です。こんな感じでみたいな。あ、そう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 です、そうです。まあ、まあ、サビの部分というか、そういうメロディーとかそういうのは作って、それに乗っ取って結構アドリブを回していくんですけど、そのサビの部分とかは、まあ、事前に作ったりするんですけど、録音に関してはレコーディングに関しては。1日ですね、1日というか13時間ぐらいですかね。6曲で13時間、6曲で13時間って結構タイトな、いや、ないと思います。ないですよね、他では多分見当たらないですよね。まあ、僕も今更思うんですけど、はいはい、分けろよって思いますよね。ですよね。もうスタジオこもりっぱなしでっていう感じ。そうですね、もう全員こもりっぱなしで、はいはい、でやっぱりその代わりその一発撮りなんですよ、はい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 、一斉のせいで撮っちゃうので、なんか乗ってきちゃうともうそのまんまでいっちゃうって感じになっちゃうんですよね。だからまあそれはそれで良かったかなっていう気はしてるんですけど、まあ、ジャムってる感覚が強いバンドだからこそできる技というと思いますけどね。ですよね、そうですよね。すげえな。このアルバム制作って、まあ、いつ頃から始めようとかっていう目標みたいなのはあったんですか？ですね、その去年の12月に、はい、ライブをして、はい、まあ、それがもう本当に初ライブみたいな感じだったんですよ。で、それが終わって年明けぐらいに、本当はプリプロのつもりだったんですけど、はいはいはい、ただいや、もうだったらちゃんとしようよみたいな。はい、はい。で、3月ぐらいに、はい、まあだから1月のその中旬下旬ぐらいから2月の末ぐらいまでは、まあ、その曲を貯めたりとか、まあ、モチーフとかアイデアを貯める期間で、で3月の頭に、レコーディングしてって感じですね。なるほど。メンバーの方とかとお会いしたのとかもその去年とか、あ、いえ、前からメンバー自体はもうそれぞれとは
全然前から知り合っていて、で今回ちゃんと3人揃いましたけど、その2人でなんか一緒にやったりっていう別でっていうのはあったんですよ。それがバンドであったりとか、はい、なんかなんか制作の部分であったりとかっていうのはあったんですけど、まあそのだいぶ前から3人でちょっと一緒にやりたいねっていう話をしていて、それがようやく今年、今年というか去年の12月みたいな。やっとこう念願のというか、まあ、やれるやれたそうですね、時間があってみたいな。そうなんですね。すごいですね。結構メンバー内で喧嘩とかってされたりするんですか？いや、もう全然ないですね。あ、ないんですか？なんだろうな、まあ、僕らのそのバンドってそのちょっとジャズ色がちょっとだけ強い、ちょっとだけ強いって言うんですね。ジャズ色結構あるんで、はいはいはい、あるんですよ。だからまあジャズミュージシャンって見られることもあってですね、はい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 、で結構見た目も三者三様なんで、はい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 、なんだろうな、あのちょっと仲悪く見られたりするんですよ。なんですけど全然そんなことなくて超仲いいんですよ本当に。なんだろうな、結構ミュージシャンってなんかそのライブとかレコーディングとか終わったら即家に帰るっていう人が結構多かったりするんですけど、あ、そうなんですね。まあ、僕が知っているようなそのミュージシャン像もそうなんですけど、ただもう普通に何もなくても月 1,2 ぐらいではちゃんと飲む日を作るみたいな。仲いいっすね。仲いいっすね。それで集まるみたいな。一人一人でもまあ曲を作るこだわりみたいなところがあって、それがぶつかったりとかはしないんですか？その曲を作るのは完全に個人個人で作るんですよ。で曲はもう僕で曲を作って、はい、それを融合させるってことはしないので、あ、まあそれは全然ないですね。なるほど。なんかまあ、そのやり方ってその逆にバンドの効率感って失われるんじゃないかみたいな感じなんですけど、仲いいんでしょうね、全然失われなくて。なるほど。結構じゃあもうちゃんとグループ感で結構そうなんですよね。まとまりが面白いなって。すごいってます、じゃあこのレトロエコーの、ノースタルジックというアルバムには、はいはい、あれですか、その3人のいろいろなあれが詰まってるわけです。そうです。そうです。で今回はその、はい、まあ、僕が発起人というか、リーダー的な感じで呼びかけて、はい、始めたので、はい、今回は、6曲中4曲は僕の曲なんですけど、あ、まあ、これからセカンドとか、はい、そういう話に進んでいくんですけど、その時もみんな2人の曲ですね、はいはい、結構あの盛り込んでるって感じ。これはどこでお求めになれるんですか？これはですね、まあ、あ、そっか、CD ショップ、はいはいはい、タワーレコードさんとか、ディスクユニオンさんとか、HM グループさんとか、まあ、そっち側で全然いけると思います。あ、素晴らしいですね。そしたらじゃあ、どんな時に期待するのか。そうですね、これはあの曲ごとでシチュエーションを僕の中では作ってやってるんですよ。なのでアルバム通してって考えたことなかったんですけど、もう聴いてくれたリスナーさんからのお声ではですね、その日曜日の昼にだらーっとして聴きたいと、な、流しておきたいみたいな。完全ドチルアウト、チルアウトっぽいらしいですね。ただあれなんですよ、そのなんだろうな、言うほど静かな感じでもなくて結構バタバタしてるんですね。そうするとじゃあ、日曜日の昼下がりに、まあちょっとあの BGM としてですね、聞いてもらえると BG リスニングまではいかないですけど、ちょっとあのレアグルーヴ的な感じで聞いてもらえるのが一番いいんじゃないかなと。ではエコーさんのノスタルジックを作成してくれているお買い物のようなところがお願いします。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、で、なんですけども、はい、その今なんかこう使っているなんかドラムについてちょっとお話をまた、はいはい、話の内容が変わっちゃうと思うんですけど、
も、まあ、これですね、はい、感じなんですけども、なんかこう、土地で作られてる、あの、まあ、そうなんですよ、ですね、このドラムセットはですね、まあ、ちょっともう、先月なんか僕モデルということで、これから発売開始になるんじゃないかなと思うんですけど、栃木の佐野ラーメンってあるじゃないですか、有名な、そこの千葉っていうところで作られてるドラムメーカーさんで、ミドルセンターインストゥルメンツっていうところなんですね。で、そこの最初僕あのモニターというかエンドーサーをさせていただいてて、で、なんだろう、こういうドラムが欲しいんですってぶっちゃけ冗談まじりに言ったんですよ。そしたら作ってくれたみたいな自分のモデルを作っていた。で、まあ僕が言えることってこういう、 もうイメージの話しかできないので、そのなんだろう、強度がどうのこうのとか全然口挟めないんですけど、まあ見事に再現してくれたなっていう感じなんですね。じゃあもう完全に職人さんがイメージを伝えるとバッチリ作ってくれる。あ、ですね。で、ちょっと。もう職人さんが一人、森下さんっていう方がいらっしゃって、その人を一人でやってるんですよ、全部。あー、なるほどなるほど。ちなみに、あ、奥でしゃがんでる人が森下さんなんですけどこれ PV 撮影の時ですね、そのブランドので、その森下さんが一人で全部やってるので、納期はかかると思うんですけどね。なるほどなるほど。それこそ1年とかでも必ず欲しい音が手に入るというか、もうそこに近づけてくれると思います、間違いなく。すごいですね。というか、このドラム自体のモデルで販売をされる感じになるんですか？ちょっとあれですね、サイズとかは違って選べる状態にしてると思うんですけど、このサイズが基本として。ちなみに何ていうお名前のヒップホップキットです。ヒップホップキット、まさにヒップホップキット。そうですそうです。センサーのドラムの真骨頂。まあそうですね。ヒップホップキット、すげえっすね。もう完全にこう、じゃあ B ボーイが聴いたらちょっとんってこう振り向くような音が。ちょっとこれもそのメーカーさんのページ、はい。でその PV の音であったり、デモ音源みたいなのが、そのサンプル思想音源みたいなのが載るはずなんですけど、まあドヒップホップですね、うん、本当に。もう映像自体はできてたり、いや、それはまだなんですけど、多分これがそのオンエアされる時には全然できてると思う、はい。ああ、なるほど。じゃあそれも多分URL とかをひっつけて聞けるように。ああ、ありがとうございます。はい、もしあれだったら編集の中で入れてたりとかもできたんですけど、全然なんか多分 URL このリンクで多分飛ばすことになると思いますので、ぜひ皆さんも音をチェックしてみてください。いい音っていうのが多分聞くと分かる、ね。全然違うと思います。なんだろうな。ヒップホップって結構、なんだろう、ザラついてるけどやっぱり打ち込みっていう要素があるじゃないですか。その感覚ってなかなか生じゃ出しづらかったりするんですよ。やっぱりバンドの音ってなるんですけど、僕は初めて聞いてて、あ、ちょっと昔の機材で打ち込んだドラムマシンの音がするみたいな、音色として、だけどグルーヴは生みたいな、そういうのがすごく出てて、まあ僕自身は大満足なんですけどね。このドラムを作る方のこだわりとかきっかけ、こだわりみたいなやつっていうのもやっぱあったりするんですか？その木だったりとか、木だったりとか。まあ、こだわりっていうと、もうこの人はもうすごいその変態なので、もうキリがないんですけど、そこまでこだわんのっていうところまでやっぱり行っちゃうので、うん、あれなんですけど、まずあれじゃないですかね、その日本にある木材、あ、はいはいはい、だから木材、あれジャパン、そうです、なんだろう、海外のメープルとかなんかそういうようなものではなくて、そうですね、杉とか、ヒノキとか、そういうのをドラムのシェルに使ってるっていう感じなんですよね。なんか先ほど聞いたと思うんですけど、なんかネジのそのやつとか、あ、そうですね、はい、シンバル以外の、はいはい、
なんかちょっと銀色に見えるところわかります、はいはいはい、ドラムのそのこっち側に銀色とか、はいはいはい、そういうのも全部手作りです。なかなかそのシェルは自分で作るけど、はい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 、あの金具とかパーツに関してはちょっとありものを使うっていうのが多いのかなっていう気がするんですけど、まあこれを全部一人でやってるっていうすごいですね。いやまあちょっとびっくりしましたね。びっくりですね。やばいな。なんかドラム一つにしても多分奥が深いと思うんですけど、やっぱこういう作る方の話とかもやっぱ楽しい、ね、いやすごい楽しいですね。あの聞いててなんかもうすごく刺激的ですよね。ザ・クリエイティブな感じですね。ぜひお時間があったら僕もインタビューしに行きたいなと思うぐらいの。ここはショールームなんで、はいはいはい、全然誰でも行けるところなんですよ。本当なんか和っぽいというか、本当にドラムが竹の周りの置かれてみたいな。そうなんですよね。ちなみにこのショールーム自体はどちらか。はい、その船場っていうところにあるんですけど、はいはい、ちょっとですね、奥地になるんですよ。山ですね。山になるので、ただその駅、くず駅っていう最寄りの駅があってですね、佐野駅じゃなくてくず駅っていうところがあって、はい、そこから送迎のバスも出てるので、はいはい、なんか、電車で行かれるときは、まあ、車で行った方が一番分かりやすいんですけどね。なるほどなるほど、うん、くず駅で降りてっていうところにあるっていう。そうですね。都内からだと多分電車で行く方の方が多いと思うんですよね。でもやっぱ電話とか連絡をして行った方がいいですよね。あ、それの方がいいでしょうね。ですよね、はい。山奥まで行っていなくて会えないとか何せ一人でやってるから作ってる時は工場は違うんですよ。あ、工場は違うので。あ、なるほどなるほどなるほど。なのでショールームにいきなり行って鍵がかかってるとかザラにあると思うので。じゃあもう絶対連絡、要連絡です。要連絡で、うん、まあ、ハンドメイドで自分自身のオリジナルのドラムが欲しい方はぜひ行ってみた方がいいですよ、ね、そうですね、はい、なんかドラムセットだけじゃなくて、はい、スネアドラムですね。単体でも結構いろいろバリエーション豊富に販売してるので、はい、結構こういうなんか唯一無二感のある楽器が欲しい方とかは本当にぜひ試してもらいたいですね。そうですね。で、そろそろこの、東京ヒストリーも結構なお時間になってきたので。いや、楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。でですね、はい、最後にこの東京ヒストリーのコーナーでは東京で何かを始めたい人に、まあ、きっかけをちょっと掴んでいただければなと思っている番組でもあるので、一つの趣旨としてあるので、まあ、今後これからまあドラムを始めたいなと思う人に何か一言こちらの、はい、感じで、はい、いただければなと思います。そうですね、まあ僕が楽器を始めたそもそもの動機が不純なので、まあ、そんな僕でもできるんだぞっていうところはもう往々にして分かっていただけたと思うんですが、まあ、ドラムに限らず、なんだろうな、音楽って結構始めやすいと思うんですよ。なので、まあ、好きな曲があって自分で奏でられたらやっぱ素晴らしいというか、より楽しくなるはずなので、うん、ぜひぜひ物おじせずにですね、チャレンジしてみてもらえたらいいなと思います。普通にも楽器屋さんに置いてあるじゃないですか、キーボードとか、はい、触るだけでも結構面白かったりするんですよね。できないけどそんなもんだと思います。うまいっすね。いや、ドラムとかは多分一番こう機材を揃えないといけない楽器とか、ターンテーブルとか DJ も多分そうだと思うんですよ。あ、そうですね。機材が結構高めなので、本当に多分、ね、楽器屋さんに行ってキーボードを触るだけでも全然楽しい。いや、そうなんですよね。で、今その DTM っていうか、はいはいはい、自分でパソコン、まあちょっと勉強が必要なのかもしれないけど、全部完結できたりするじゃないですか、パソコンで。はいはいはい。なんかその楽器をやるっていう趣旨とかからずれるかもしれないけど、まあ、音楽をやってた方が多分、人がいない、バンドはできない、引きこもりすぎてとかだったら、そっちでやってもらってみたいな。わかりました。本日はもうなんか暑い中、本当にお越しいただいたので、
当ありがとうございました。ぜひイベントの旅行をちゃんとノスタルジックにチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。